はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15サイドストーリー DLC エピソードグラディオラス続きやっていきます。最後の英霊倒したらしい。それでもう力のほとんどを手に入れたから。死にに来たのか。バカ言ってんじゃねえ。あの男が最後だったの。我らの声を期待ない。嘆きも聞かず、ただ前を向き先を目指した。元帥に追い返され、谷から弾き出され、お前はあの男を超えはしまいな。愚直なだけでは前には進めん。どれだけ先を目指そうともな。あれ、まだ英霊いた。ポーション、まあ、いかにもなんかいるって感じだけど、アイテムない。クレイラスならお前を止めただろう。あの時俺を止めたのと同じように。親父が？盾が王のいない場所で命を落とす、それは決して許されないと。無駄死にを覚悟できていたのか。忘れられない言葉だ。何も得られず瀕死で帰ってきただけにな。今更止めはしない。だが無謀なことに変わりはない。当時の俺も今のお前も忘れるな。一歩足を踏み入れたが最後誰にも頼れない。死んでしまえばそれで終わりだ。分かってる。土産でも楽しみにして待っててくれ。必ず帰ってこい、グラディオラス。剣聖ギルガメッシュに挑む。コルはここまでか。ああ、じゃあコルってもしかして過去にここ来たのは確かだけど、ギルガメッシュに打ち勝ててはいないのか。だけど帰ってきたから。不死将軍なんて名前がついたけど。さすが剣聖だな。空気が変わったぜ。この先に嫌がるな。マップアイテムどんな感じだ。まあ大丈夫だな。まあ、この辺にもアイテムありそう。あった。ハイポーション。お、あれいるだろ絶対。こっちにもアイテムあるんじゃないか。アイテムなし。よし。あれ、大量に剣刺さってる。いた、ギルガメッシュ。来たぞ。力だけを。力狂うのが悪いってのか。よし、あ、ガード負荷か。お、オーラまとってる。うわ、触れるだけでなんかダメージ食らってない。でかいな、ギルガメッシュ。おっとっとっと。で、回復。今押す余裕なかったな。
よし。ガードガードガード。時間も無駄だ。死角なきのよ。怯えている。アップヒーバル、グラディオが怯えたりなんかするか。力頼みの調達方針だろ。抜けの証。またこの度に屍が増える。なんとも歯がゆい。俺は死にに来たんじゃねえ。来いよ。来い。危ない。ポーション。され。おら。よ。され。もう半分切ってるよ。され。ぶりゃ。ふ。ちょ。耐えろ耐えろ。もうちょい。かっこいいな。そしてまた全回復か。よくなるか。ここで引くって選択だけはね。アップヒーバル。よし、効いてる効いてる。ここ二刀流。うわ強い強い。よし、4倍タイム。うお、そうくる。かわすね。かわしてかわして。よし。うわ、ポーションまだ半分もいってないな。血が出てないぞグラディオ。マジか。で、回復薬は大丈夫か。まだ底をつかないか。
で、かわせかわせ。よっ。ガードを狙ってダメージを倍増させていかないと。アップヒーバル。よし、あとちょいだ。一旦回復。よし、倒した。これが王の盾だ。ハンデをもらってこの様か。これがあんたの言う怯えってやつなのかもしれねえな。自分を分からねえ野郎が自分を信じることなんてできねえ。それが分かっただけでも儲けもんだったぜ。王の元に戻る。力ばかりの盾かもしれねえが、自分のできることを信じてやり尽くしてみせる。お前を盾と認めよ。迷いや怯えは死を払う。己の弱さを認めぬ者に王の盾たる資格はない。お前は強靭な肉体に見合う心を備えた。選ばれし王と共にあるのがお前のような男でよかった。じゃあ、この刃を返して私の力を託そう。警護隊の？かつて強靭な精神を持った男が私の腕を切り落とした刀だ。こいつは生きているなら、あの精神に見合う戦いの術を十分身につけているだろう。そうか、なら遠慮なくもらうぜ。さあ行くがいい。いかなる迷いにも決して惑わされずに。選ばれし王のルシス最後の盾として。世話になった。試練は無事に。早かったな。さすがだ。こいつを手に入れた。一目見て分かったぜ。懐かしいな。傷じゃ土産にならんだろう。試練の証だ。昔、ずいぶんと血の気の多い男が剣聖の腕を切り落としたらしい。ほう。剣聖も印象に残ってたらしいぜ。そいつは強靭な精神を持ってたってな。試練には精神だけではなく、超えるに足る術もまた必要。持ち合わせていなければ認められはしない。ああ、でも運よくまだそいつが生きてたら強靭な精神に見合う術を身につけてるだろうってよ。
グラディオラス。ん？少し自信を持ったか。この生還は不死将軍でさえ成し得なかった偉業だ。お子様だった不死将軍にはだろ。でもいい経験になったぜ。覚悟の意味を改めて教えられた。そうか。さて、盾は王様のところへ戻らねえとな。親父にお目玉を食らうわ。ああ、で、それそういうこった。名誉の負傷がごつくなったよね。ヤバいのからノクト守った時のさ。だろう。つっても今回は説教くらってつけられたようなもんだがな。しかし将軍にも意外な過去があったんだな。そうだね、結構荒れてたってこと。ああ、でも親父からそんな話聞いたわ。あ、マジ。剣聖があの谷にこもったのが初代王の頃というと2000年前か。すげえな。そんだけ前から期待されてるらしいぜ、選ばれし王様ってのはよ。まあ、それが俺か。軽いな。ああ、軽い。たく、盾を無駄に働かせんじゃねえぞ。多少の覚悟はしてるがな。おお、選ばれし王の盾。そして今エピソードプロンプトの予告出た今年の6月、スコアアタックモードが解放されました。エキストラバトルが解放されました。あ、源氏の刀が本編で使用できるようになりました。ほうほうほう、新しいブレイクアーツも取得しました。あ、源氏といえばね、本編で登場したのはあの地獄のダンジョンにあったあの源氏の小手しかなかったけど、刀が本編で使えるようになって、これがまあつまりパーティーから抜けていた間のグラディオのお話。よし、結構ね、想像していたよりもあっさりしていた感じだけどね、もう次回予告のせいでもう早々に次のプロンプトのサイドストーリーが気になるんだけど、あれは果たしてプロンプトの過去の話なのか、それともあのノクトに間違えられて、アーデンと間違えられて、あの電車から突き落とされた間のストーリーなのか気になるところだけど、じゃあ今回はこんなところでエピソードグラディオラスを終えようと思います。じゃあ次回はプロンプト
サイドストーリープロンプトまでしばらくやりません。じゃあエピソードグラディオラスはここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。